はい、よろしくお願いします。逆行為店の伊藤と言います。参加者を今、参加者というボタンを押して見てたんですけど、大先輩もいろいて、方や学生さんもいて、どういう話にしようかなっていうのはスライドを作り変えれないんですけども、テーマはですね、私の考える今、自分自身の今というところでお話しさせていただきたいと思います。でまず自己紹介ですけども、ちょっと前まではまだ若手な気分だったんですけども、やっぱり学生さんを目の当たりにするとそこまで若手じゃないなと思ってます。私は最初に企業に入って、そこからその企業が神奈川県の横浜だったので、そこから東京には行けず埼玉に行って、そこから地元の福岡県に戻ってきたという経緯です。専門学校は大分を卒業して、社会人のうちに放送大学で教養学部の学士を取って、そのまま九州工業大学といったところの大学に進みました。で、日本高電の時を抜くとですね、ちょうど18年目になってですね、ちょうど所属長もいて後輩もいて、ちょうどこう中間平の立場なわけですね。ただしこういうふうに皆さんの前でお話しする機会が増えてきた中でですね、私がそんなに人にどうこう言えるような技師人生を歩んでないんですけれども、ちょっと振り返りをですね、紹介したいと思います。で、やっぱ常に私はですね、今の置かれている環境で何が求められているのかっていうのを非常に考えるわけです。ただし、その何が求められるかっていう前にですね、何ができるのかと。で、その前に何がやりたいのかと。で、その前にはですね、やっぱり今までの経験っていう振り返りっていうのがベースとあって、何がやりたいのか、何ができるのかといったところをですね、ウィルというのは未来を考えるとどういうふうな人生を歩みたいのかと。で、今回100人会議の運営の皆さんと個別で別の場でコミュニケーションを取る機会があって、やっぱりそのこれからの技師っていうのは多様性を大事にするっていうのは、非常に改めて考えても非常にシンパシーを感じて、私自身の考えに非常に影響を受けました。で、改めて自分自身が置き換えた時に、じゃあ今自分が何をできるかっていうのと、何が求められるかっていうのを考えてみたいと思います。本プレゼンはですね、こういう私の今までやってきたことの年月と仕事内容と、その時のやる気が高い低いといったカーブと、あとですね、そのやる気が上がった時下がった時の上向きのものがやる気が上がったきっかけなんですけども、いろいろ最初の日本高電といったところの営業ではですね、臨床工学技師っていう職種の何て言うんですかね、自分は技師なんだ、医療従事者なんだっていったことをいい意味で忘れさせてくれるような場でした。なのでこの唯一下向きのところがですね、上司にですね、医療現場が良しとするようなことをするとですね、安売りのドン・キホーテじゃないんだからねといった注意を受けたりとかですね、あとはですね、今思えば病院も覚えてますけども、同じ ME にですね、私が企業に入っているっていうことだけでですね、かなり理不尽な対応を受けたりとか、そういう経験というのがあったわけですね。そういういいこと悪いこと含めてですね、やっぱりある病院で年度予算で例えばモニターを買うと。そしたら私は日本高電なので、隣には例えば福田電子だったり、隣フィリップスだったり、そういう連続でプレゼンテーションなんかさせられるので、そういうプレゼンの度胸みたいなっていうのは結構つきました。あとはですね、やっぱり私臨床工学技師として企業に入りましたけども、やっぱり企業戦士なので、雇用されている人が私にどういうことを求めているかというのを第一優先にしなければいけないといったことは非常に強く思ってます。で、次にですね、東京都を挟んで埼玉県の済生会川口総合病院といったところに入職したんですけども、私と同じ日に中途採用で、私は経験がない中途採用でしたけども、入った同期の先輩が非常に勉強家な人で、研究会とか勉強会っていうのを非常によく誘ってくれて、一緒に行った経験が非常に今となっては良かったです。あとですね、この時っていうのは透析室、先ほど循環器業務とおっしゃってくれましたが、私は最初結構しっかり5、6年ぐらいは透析室業務でして、維持透析で、あとはアフェレスといった業務をずっとやってました。なので、業務の楽しさとしてはですね、患者さんと話すといったコミュニケーションというのがそんなに苦にならなかったので、非常に楽しく業務をできたということです。ただしですね、そういう患者さんと喋ることだとか、あと看護師さんと連携を取ること面白くないと思う上司がですね、私に ME は向いてないだとか、あと看護師になればとかいう上司がいたわけです。その時はやる気ってぐんと下がるわけですね。ただしですね、透析室にいるからにはですね、私が技師だろうが看護師だろうが患者さんが求めることは何なのかって考えた時に、その時のドクターに相談してですね、栄養指導だったり足チェックだったり足浴を導入したりだとか、あとはですね、東京は女子医大の関連病院だったので人食の説明とかっていうのを先生に断ってですね、患者さんにしたような経験もしました。あとはですね、なんといってもこう辞めるときにですね、患者さんに非常に悲しんでもらえたというのが非常に鮮明に記憶に残っています。このような病院で得たことっていうのは、やっぱり慢性医療の患者さんとの付き合い方っていうのが非常に強く記憶に残ってて、今の私の患者さんとの付き合いの考える非常に大事なこととして残っています。あとはですね、やっぱりどういう形であれですね、やる気を損なうような指導方法だとか発言というのはですね、やっぱりいいことは全然ないなといった記憶があったので、それは今現在の私にも非常に注意しています。あとですね、医師と患者さんのことをきちんと話し合えたというのも、この時に非常に大きく得たことになります。で、3年目を迎えた時にですね、私は透析室業務だったので、私の勤める施設っていうのは非常にこう透析室の技師のことをテクニシャンといって、それ以外の技師をこう ME といった言い方だったんです。なので、この時やっぱり呼吸器の勉強したいなと思ったわけですね。そしたらですね、今日運営にいらっしゃる野口さんのセミナーっていうのを非常に複数回参加して、野口さんはですね、同じ職種として教育的なお話をする中でですね、非常に私のニーズに応えてくれたといった経験があります。あとはちょうど関東にいたので、もう終わってしまいましたけど、こういう泊まり込みで呼吸療法の勉強をするような機会というのも参加しました。で、そうこうしてたら5年目になって急性期もやりたいと思ったので、ここはもう福岡に戻りました。で、この病院は3次救急で透析、鎮火手といったところで、ここからやっと循環器をやり始めたわけですね。その時っていうのは非常に高いモチベーションでやってたんですけど、やはりですね、こういう看護師の言動っていうので、一時期やる気を損なうわけですけども、その時に強く思ったのは、やっぱり、なんていうんですかね、複数の職種がいる環境っていうのは、いい言葉で言うとチーム医療ですけども、やっぱり所詮ですね、医療チームであること以上のことをなかなかチーム医療にはならないといった経験を非常に強く感じました。で、この時のですね、非常にこう学会発表と初めてして、同じくですね、やっぱり一度患者さんのことをきちんと話し合えたといった経験が非常に良かったです。で、この病院で知り合ったすごい恩師のあった先生というのは、この村里先生という先生で、この福岡県北九州市といって田舎なんですけども、ここに書いてこう地方から海外の情報の発信という夢を決して大学病院でないとできない仕事ではないと考えているといったことは、私の技師にもよくよく話してくれました。あとですね、前回登壇されたこう三木さん、これはその時の発言じゃないんですが、やっぱり三木さんの考え方のこのモチベーションというのは、当時三木さんと遠目で見る形でもですね、こういう負けたくない気持ちだとか、あとプロ意識といったところを非常に同じ技師の大先輩からシンパシーを受けたといった記憶があります。その時5、6年目、今思えばですね、非常にまだ若かりし頃なんですけども、北九州市からちょっと近いんですけども、行橋という民間病院で非常に医師が少ない中で業務をやっている中で、当時ですね、10年前なんですけども、こういう医師不足に対して、この医師補助業務のフィシャンアシストなんかっていうのを提案する外科系の先生が非常に出てきました。で、これは西田先生という先生も同じく外科系の心外の先生です。で、あと看護師さんではこの尾形沙耶香さんという人が、当時ですね、私とそんなに年が変わらなくて、日本人で米国で NP として働いている方が、日本でのこの NP 制度とか PA 制度っていうのを十数年前からお話してました。で、そこで私はですね、7年目にもかかわらずですね、日本循環器学会のこういうこのスキルミックスといった医師不足に対して、それぞれの職種がどういうふうなことができるかっていうのにですね、生意気にも当時ですね、PA っていうのをめっちゃ調べてですね、この複数の職種の中のシンポジウムでプレゼントをやったりだとか、あとはその流れで静岡県の見学会でこのような今でいう我々のこのスキルミックスの話っていうのを当時しました。で、そうこうしてるうちにですね、やっぱり循環器の業務が非常に強くなって、急性期の患者さんを救えるといった感覚が出てきました。で、一方ですね、もっと大きい病院で働きたいなといったことだとか、あとは自分が所属する施設によって発言しても聞いてもらえるかもらえないかとか、そういうバイアスがあることでも非常に強く感じました。そうこうしてるときに、この行橋と北九州、車で30分ぐらいなんですけども、いろんな学会でこの小倉記念の技師さんと会う中で、つながりができて、縁があって、現在の小倉記念病院に勤めました。で、この病院ではですね、例えば私の主に業務だった循環器科と45名も医者がいるわけですね。そうするとですね、本当1学年の生徒の中に自分もいるような気分になってきて、いろんな医者のやり取りだとか、要請、要望だと聞いて、それぞれデータをまとめる仕事だとか、あとはまあそれぞれの医者に説明して、その人が理解してるかだとか、でこの人にこういうふうに言わないと分かんないなとかっていう、こう対象を意識したような説明の仕方だとか。あとは当然、医師と患者さんのことを考えてですね、急性期と集中治療期に横断して患者さんを見ることができているといったことなので、非常に高いモチベーションでできています。で、この時にですね、集中治療学会といったところにも非常に入っていって、先ほど尊敬してた三木さんと一緒に座長できたりとか、あとはこの川上先生という、今、同じ福岡県の飯塚にいるんですけども、皆さん、この本見たことありますかね、この明日からのアクション変わるとか、こういう本を書いた先生が、飯塚で、こういう学会を縁にですね、非常につながりを持てるようになったと。で、今、私が勤めてきたキャリアっていうのを紹介したんですけども、この18年目の夏、去年なんですけども、20歳の女性がですね、劇症型心筋炎で来て、カテ室に来ました。でも、みるみるバイタルが崩れてですね、ECMOを導入するわけですね、インペラと。で、ある方とのやり取り、これが今日はですね、いらっしゃらないですけど、中島さんという岡山の技師さんなんですけども、これ、ちょっと全部読み上げないんですけども、いろいろメールで相談するんですね。こういう劇症型心筋炎に関して、ECMOの管理でどうしたらいいかっていうの。で、これ、一番上、相談したのが夜10時ですね。で、そこからいろいろ話してですね、中島さんに電話をしたのが午前2時33分。こういうことをですね、受けてくれる中島さんも非常に感謝してるんですけども、こういう技師の横のつながりっていうので、ここまで行動に移せるようなことっていうのは、私が今までこういう施設においてですね、やっぱり患者さんをベースに多職種と、特に医師とですね、患者さんを見るといったスタンスを心がけてきたといった行動の表れになります。で、振り返ると、このようにですね、思い立った夜10時、そこから中島さんに相談して、そこから医師と2時45分からコミュニケーションを取って、で、看護師さんと合わせてシミュレーションして、3時半には患者さんを入れて、やったことはですね、V の加入例を1本追加したっていうことだけだったんですけども、私の施設ではそんなにメジャーな方法じゃなかったので、こういう形で2リッターを取るための病院の組織、スタッフを動かすといった行動が、横のつながりの技師さんとできて、で、そこから1ヶ月後に患者さんは非常に何のダメージもなく退院できたといった経過を経ました。で、これ中島さんです。で、最後になりますけども、私のキャリアっていうのを振り返って、そんなに自慢できることないんですけども、やっぱりですね、学生さんも含めですね、未来の選択肢っていうのは、今、例えば100人会議に参加してる、人の話を聞く、明日何をするっていう今の集積で、可能性っていうのはですね、どんだけでも広がるんじゃないかなと思ってます。で、この集積っていうのは、やっぱり自分が経験したことは還元するといったことは非常に意義を持ってて、それはですね、結果として我々の臨床工学の発展につながるんじゃないかなと思います。で、このつながりっていうのは横のつながりでもありますし、今度未来の技師さんたち、後輩たちに残す未来といった意味にもつながります。そういう意味でですね、私はこういういろんな活動をして、還元をしてるんですけども、私のキャッチコピーである可能性っていうのは、つまり挑戦者だけが持つ勇気。勇気がいるわけですね。ただし勇気を出すタイミングっていうのは、誰かしらどっかのタイミングであるので、一歩踏み出す勇気っていうのは大事にしてください。じゃあ最後、宣伝ですけども、私の一歩の勇気として、こういう臨床工学じゃない医師たちと同じフィールドで補助循環を考えるという研究会がちょうど来週ありますので、よかったらこれネットで検索してみてください。以上です。ご清聴ありがとうございました。